作っておいてほしいんですけどね。このね、税効果っていうのは、ね、こういう人が多いと思います。二所補給給の話だったら。ちょっとなんかね、ふわふわした感じがすると。地に足つかねと。いう状態で税効果を解いちゃってる人が、二所補給制に絞って喋ると多いと思います。ね、これなんでかっていうとね、なんでかっていうと、こっちを勉強しないからですよ。税効果、つまり例えば、法人税。法人税。税収の科目である法人税。あれ勉強しないとどうしても不安なんですね。そうですね。僕自身は会計士受験生だったんでね。その税法なんか思いっきり勉強したことはあんまないですけどね。税士受験生みたいに勉強したことないですけど、一応法人税のセミナーもやったしね。で、法人税の勉強も、一応一通りはしましたから、ね。ある程度はわかるんですけど、ね。例えば、その他有価証券評価差額期の違い評価がありますね。あるよね。どこでやるわけですか。これ会計上は時価評価やるけども、税補助は要するに時価評価やんないから。だから会計上と税補助ずれでかいやりましょうっていうことなんですね。はい。でも不思議に思いませんかね。同じ時価法でもね、売買目的有価証券で税効果って出てきたことあるでしょうか。ないですよね。ないよね。売買目的有価証券、評価益とかやりますけどね。評価損とかやけど、あれ税効果やったことないですね。でも会社的にクリーレをやってますね、ちょっとね。クリーレ、超価格とか言って 40% かけてやったりしますね。減価償却もやるよね。超価格とか言って。あれまた 40% かけてやったり。まあ連結でもできたりするわけですよ。ね。はい。じゃあなんで自家評価の売買目的化償却でやんねえんだと。おかしいんじゃないかと。言うと、あの理由は、会計上売買目的化償却自家法ですけど、税法上も自家法なんですよ。税法でも売買の適用化証券は自家法ですから、それは会計上も自家法、ね、税法上も自家法だったら同じなんですよ。全くね、ずれてないからですみたいな。だからやんねってですよ。いいですかね。はい。だから今みたいな話っていうのはね、聞いたらああなるほどだと、ね、思うかも分かりませんけどね、これはどこに書いてあるのっていうと、法人税法に書いてあるんですよ。法人税法。だから法人税法の勉強をし、ね、今会計の勉強をたっぷりやってますからいいんですけど、法人税法の勉強を少ししないと、どこが税効果やってどこが税効果やらねえかって分かんないですよね、さっぱりね。そうですね、両方分かんないと、ね。はい、こっちの基準は分かってる。売買目的は自家法やと、ね、満期保有は原価法やと、でも消却原価法でやらなあかん場合もあると。で、小貸し株主、金貸し株主、原価法やと。で、その対応場所で時価法やと。会計では分かったと。じゃあ、税法ではどうやんだっていうと、それが分かんねえと。知らないと。そしたら、ズレなんか分かるわけがないですよ、そもそも。そうですね。はい。だから、一級の時数とか読んどったって分かりますよ、それはさっぱり。だって、一級の時数、こっちから書いてます。書いてます。で、税法上の話なんかもちろん試験出ないから、書く必要ないんだけどね。だから試験に重要なのは、その他有価証券の場合はこうやって仕分け決ま、しますよとかね、そういうことは一級の時とちゃんと書いてますよ、ピシッと。これができなかったら一級関係が。でも、どれが税法の規定で次回評価で、どれが減価法かっていうのは一級の時と持ってませんね、さっぱり。そのまま。はい。だから、本当はですよ、本当はそっちの方の勉強をすれば、あ、なるほどなと。ね、売買目的有価証券はどっちも次回法なんやと。その他有価証券だけ。会計では自家法でやってるけど、やっぱり原価なんだと、こっちは、税法は。っていうのが分かったら、あ、ズレでっか、仕分けいけるよね。っていうのが分かるんですよ。ね。はい。だから、一級生にとってみてね、ここがネックなんですけどね。どうしても税効果はちょっと地に足つかないと。どういう時に税効果やって、どういう時に税効果やらないかの区別つかないと。で、問題解いてるうちになんとなくいつもこれは出るからやってるみたいな感じだと思うんですよ。ね、でも、それはしょうがないと。やってるよ、はい。だから税理士受験生で法人税とか勉強した人はもう完璧に分かってくる。これね、これ違いが完璧に分かってくる。だそこまではおそらく勉強しないとね、一級だけだとなかなか税効果っていうのは分かんないです、ね、なかなかね。はい。ちなみに